どうも、カタガガクトです。ダイエットを始めて1ヶ月になるので、ここで経過報告をしていきたいと思います。まず外見ですが、個人的にはじわじわと引き締まってきたかなという手応えはありますね。特にお腹の脂肪はあんまつかみにくくなってきた感じがします。そしてウエスト周りがダイエット初日は83センチ、そして本日は81センチです。ウエストはマイナス2センチ。いい感じですね。で、最後に体重ですが、初日が 79.3 キロ、そして本日が78キロと、まあ2週間の体重の平均値を見ても右肩下がりでじわりじわりと落ちていることがよくわかると思います。で、1ヶ月頑張ったわけなので、今回は自分へのご褒美としてプチ旅行に行くことにしました。ということでやってきました横須賀中央駅です。今回はとあるご当地料理を食べに来たんですが、今お昼で混雑してるかなと思い、ちょっと周りを散策することにしました。横須賀は米軍基地があるからなのか外国人の人が多かったのと、あと植えられてる植物が南国っぽくてプチ海外旅行の気分でしたね。で、まあせっかく海が近いので、まずは海を見に行こうと思います。海です。いやー、いいですね。やっぱ久しぶりに見ると海だなって感じですね。語彙力で、海沿いはのんびり釣りをしてる人がたくさんいらっしゃって、でその向かいにはなんかスケボーコーナーみたいのがあって、思い思いにみんな滑ってて、なんか自由な空間だなっていう、僕が普段東京から全く出ないのもあると思うんですけど、旅行に行くと自分とは全く違うライフスタイルの人を見ることができて、とても良い刺激になりますね。帰り道にトイザラスを見かけまして、最近の子供はどんなものが好きなのかと思い、やってみることにしました。入ったらドーンとレゴコーナーがあって、レゴって僕が子供の時もやってたのにまだ人気なんだと思って、レゴの底力を感じましたね。店内いろいろ回ったんですが、一番おってなったのが、会計前の人が並ぶところになんかクイズが床に貼ってあったんですよね。そんな感じにおもちゃだけじゃなくて、店内もなんか楽しい空間を演出してるってのは、さすがトイザラスだなって思いましたね。いい感じの時間になったので、早速お目当てのお店に向かうことにしました。横須賀海軍カレー本舗さんです。海軍カレーとはその昔日本海軍の標食として愛され、横須賀でしか食べられないカレーのことです。前から一度食べてみたかったんですよね。で、海軍カレー注文しようと思ったんですけど、なんか艦長の黒カレーってのがあって、それが気になって今回そっちを選んじゃいました。あと飲み物にジンジャーエールとブランデーのカクテル、横須賀ブラジャーを注文しました。では早速実食。うまい。これ本当にうまかった。味よし、香りよしでも火の打ち所がなかったですね。では次にカレーを実食です。こちらもうまい。なんか思ったよりもスパイシーで結構パンチが効いてましたね。あとホロホロとした牛肉が入ってて、それもまた良しです。僕好みのカレーでしたね。で、ダイエットの話になるんですが、痩せるのに過酷な食事制限ってぶっちゃけいらないんですよね。僕、今日の僕みたいにお酒飲んだりカレー食べたりしても、まあ普通に痩せられるんですよ。まあそれは普段の食事でカロリーを気をつけているから、それさえ守れば定期的に好きなものを食べても全然 OK なんですよね。
今ぶっ続けでダイエットしてますって人とか、ダイエット始めようと思うけど食事制限が嫌すぎるっていう人、その人たちが定期的にご褒美デーを設けるっていうやり方をやってみてください。普段カロリーに気をつけてればね、たまに好きなものを食べたって太ることはないんですよ。これ常識ですよ。むしろ定期的に好きなものを食べるとストレスが解消されて痩せることにつながるんです。ダイエット中にお酒飲んで悪いか。はい、海も見たしお腹も満たされたし家に帰ろうと思います。ダイエットはまだまだ継続予定ではあるんですけど、今回みたいに定期的に好きなものを食べたりとか、まあそんなに過酷な食事制限をせずだらーっと痩せていこうと思います。皆さんもよかったら今回の動画を参考に、あんまり自分に厳しくしすぎず緩めなダイエットをしてみてください。お疲れ様でした。